皆さんこんにちは。あなたも出版チャンネルナビゲーターの永見雅樹と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日お送りするのはですね、出版つまり、本の、ね、書籍を構成する重要要素である書籍のタイトルというこのお話をいたします。ああ残酷な書籍タイトルの世界。書籍のタイトルは、まあ、正式には著名というふうに言います、ね、著名書籍の名前ということですね。著名というふうに言いますけれども、この著名これがですね、売り上げに大きく左右するという、特に、ね、最近はその傾向がますます強まっているというふうに言えます。やっぱりですね、今まで売れたベストセラーと言われる本ですね、まあ、本当にタイトルに特徴的なところがあってですね、まあ、口で言いやすかったり、あるいは印象に残りやすかったりですね、そういったことがあるということでですね、まあ、似たような本が2冊あって、でも片方はあんまり売れないけれども、もう片方がですね、100万部を超えるミリオンセラーだったりですね、そういったことがしばしば起こりますのでですね、この書籍のタイトルですね、まあ、つまり第一印象ですね、ファーストインプレッションを決める要素の一個でありますね。この書籍のタイトルの世界ということでお送りをしております、まあ、あまりにも残酷と言いますかですね、本当にいいことを書いているのにですね、タイトルがまずいとですね、誰にも読まれないということが私も経験ありますけれども、ありますんでね、本当に気をつけていただきたいということで、お送りをしております。まず前提としてですね、はい、あ、今日3つですね、3つのポイントをお送りいたします。書籍のタイトルの付け方も後日お送りしたいんですけども、まずタイトル、書籍のタイトル、署名の基礎知識ですね、こちらをですね、まず3つ押さえていただきたいというふうに思います。まず1つ目、これ一番重要ですけども、はい、署名は著者に決定権がないという、この事実を押さえてください。だから、例えば読者の方がですね、この本ってタイトルと中身違うよねっていう、そういうクレーム、ね、つける気持ちはわかるんですけど、それをですね、まあ、著者にですね、クレームつけるということが、まあ、しばしば起こるわけですね。はい。私もあります、経験が。で、まあね、まあ、それを、まあ、Twitter とか Facebook とかでですね、まあ、昔ブログとかありましたけれどもね、そういうクレームのようなコメントがあるときはですね、まあ、ね、すいませんと。貴重なご意見ありがとうございますというぐらいの、ね、リアクションで返すわけですけれども、実は著者に署名の決定権はありません。もちろん著者がね、提案してそれが、ね、採用される場合がありますけれども、特に商業出版の場合は、署名の決定権は出版社にあります、ね、だから先ほども申し上げたようにですね、署名というのはですね、売上を大きく左右する、ね、重要な要素ですので、商業出版で出資をしたですね、出資をして、その出資を売り上げによって回収しなきゃいけない出版社の側に署名の決定権があるよということなんですね、はい、それ一生懸命ですね、まあ、編集の方とか、あるいは営業担当の方とかですね、あるいはその出版の代表の方、トップの方ですね、も含めてですね、真剣に話し合ってですね、で会議の結果が著者に一方的にと言いますかですね、一方的にと言いますね、聞かされるという、でびっくりしたりですね、ああと思ったり、そういうことがあるということでございますね。でその決定した署名によってですね、本当売上が左右したりですね、ああこの署名、ああこのタイトルかということって思ってると意外と売れたりですね、そういったことが起きますんでね、まあ、逆に、ね、このタイトルという不満を持って終わって、まあ、実際、ね、売れなかったりということで、誰にもね、クレームをつけられなかったりという、歯がゆい思いをしたりすることもありますけれどもね。まず、署名、まあ、著者に決定権はないということで、もし署名にクレームがある方はですね、出版社に言ってくださいね、著者の方ね。できればですね。まあ、著者にも言っていいんですけどもね。その気持ちはわかりますけれども、はい、出版社の決定権を持っていますということでございます。はい。お便りを見てまいりますね。はい。伊坂さん、こんばんは。ありがとうございます。そう、ヨリアさん、そうでないんですよね。決定権がないということなんで、でも仕方ないということで、本当に、署名が
売上に大きく左右しうるからこそ、ね、出資をした出版社にその決定権があるということでございます。で2番目ですね。2番目で署名に著作権はありません。署名に著作権はないということは押さえておいてください。で著作物というのはですね、人の思想または感情を創作的に表現したものなんですね。で署名というのは先ほども申し上げたようにですね、編集とか編集者の方とかあるいは、まあ、営業の方とかこれ会議で一生懸命揉んでその思想と感情をですね最大限に振るで突き込んでいるんですけれども、法律上は、ね、著作権がないという扱いになっています。はい、これは、ね、署名に限らずですね、音楽のタイトルとか映画のタイトルとかも一緒です。はい、だからカラオケとかですね、カラオケのなんか本を見たりとかですね、同じタイトルがたくさんありますよね。同じタイトルのやつ、愛とかですね、たくさんあったりしますよね。そういう新品タイトルでもそれ同じタイトルをつけたとしても他の曲と同じタイトルをつけたとしてもそれは著作権侵害にならないということですね。それは著作権ないからだったんですね。はい、で署名タイトルというのはあくまでもその作品を特定したり別の作品と区別したりとそういう機能を持つ、まあ、記号というか符号のようなものというふうな扱いで法律上になっているので著作権はないと。たとえ人の思想また感情を創作的につぎ込んだとしても著作権はないのでパクリとかいう問題にはならないということでございます。そこは押さえておいてください。一応ね、押さえてください。はい、うん、はい、で3番目ですね。3番目、はい、署名の中で他社の登録商標、まあ、商標ですねを使っても原則として合法です。これは合法です。商標、つまりブランドですね。ブランド。いろんな会社名とかですね、サービス名とか、そういったものをですね、登録、特許庁、特許庁かな確かね。特許庁、間違ってはすいません。特許庁に登録をするわけです。ね、で、他の会社が同じサービスの名前、同じサービス、同じようなジャンルのサービスに同じような名前を付けたらいけないということなんですけれども、署名、の場合は、ね、署名に、他の会社の登録商標を使ったとしてもですね、それは商標権侵害にならない、原則で、ね、原則ならないということです。例えばですね、ディズニーとか、マクドナルドとかですね、そういった、他の、ね会社の登録商標を使う、本、ね、タイトルに使う本もありますけれども、それは原則商標権侵害にならないので合法なんだ、原則ね、合法であります。だからなんかな、人生大事なことはすべてディズニーの教わったとかね、そういったタイトルの本うろ覚えですけどね、ありましたよね。あれも原則として一応、まあ、ディズニーは本当に著作権とかそういう知的財産権厳しいところですけど、オリエンタルランドね、オリエンタルランドは厳しいんですけれども、署名の場合は大丈夫、原則大丈夫です。ただし、ディズニーが公式出してるようなね、ディズニーが主体となって出してるような外観とか言いますか、イメージのものにしてはいけませんということですね。ディズニー側の許可がないのにですね、公式ディズニーの公式ガイドみたいなタイトルを使ってはいけない。ことだったりしますので、そこはお気をつけください。だから、公式に出されたものと紛らわしいような、ね、タイトルにしてはいけないけれども、原則として合法であります。はい。だからですね、はい。お便り見てまいりましょうね。お便りを見てまいりましょう。はい。カラオケで見る曲のタイトルの説明はとてもわかりやすいです。そうです。ありがとうございます。最近はね、なんかマシーンがありますよね。端末、リモコンみたいな。あれで言いますから、あんまりわかんないんですけどもね。同じタイトルの、本当曲ってたくさんありますからね。意外と。I love you とかね。そうそう。登録商標を使ってダメなんだとしたら、我々の Excel 本がタイトルに使えなくなっちゃう。そうですね。だから、マイクロソフトが公式に出してるような外観といいますか、タイトルにしてはいけませんけれども、そうじゃなければ OK。はい、基本的に。まあ本当無難、まあマイクソフトに一応許可取るのが無難ですよね。一応ね、無難ではありますけれどもということです。はい。はい。ですね。
例えば、あとは、なんか紛らわしい署名ね。例えば、ベストセラー、すごい売れてる本に乗っかって紛らわしい、ね、その本と紛らわしいようなタイトルをつけて、タイトルとか、あるいは表紙のデザインとかね、巻き替えて買わせようとして並べるというのは、それはちょっと、著作権侵害とか商標権侵害とまた別の問題になります、ので、それは避けた方がいいということですね。不正競争になっちゃう場合がありますので、そこはお気をつけください。ちゃんと正々堂々と出しましょうというメッセージを込めて、本日の、講義は終わります。ご受講ありがとうございました。